い、皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回は今流行りのこういったうねうねキャンドルの作り方をご紹介していきたいと思います。とっても簡単なので皆さんもぜひ作ってみてください。それでは早速作っていきたいと思います。まずは熱いお湯を中に入れます。そんなにいっぱい入れなくて大丈夫です。触れるぐらいの温度でやってもいいっていう風な記事も見たんですけど、私はもう結構熱いお湯にしてます。これ100均で買ったろうそくなんですけど、今作ってみてこれがちょっと余ってるのでこれでやるんですけど、なんか一個だけうまくできなかったカラーがあるので、それもちょっとこっちで作りたいなと思うんですけど、基本は成功します。でこのピンクのろうそくをねちょっと買ってみたんですけど、なんかこれ塗装が剥げちゃってちょっとうまくいかなかったので、ちょっとこれじゃダメだということでこれでやっていきます。こちらはちなみにセリアで買いました。喋ってるうちに温度が冷めてきてしまうので、一回ろうそくを中に入れておきます。やけどに注意してお箸とかあった方がいいと思います。でちょっと待って、このカラーも作れなかったのでやります。そしたらちょっと取り出します。多分大丈夫かな。そしたらもうこうやって結構柔らかいので自由に形を作っていきます。こういう感じで置いておけば、まあ、固まるっていうかこの形で定まってくれる。でうねうねの形にするときはもうこういう割り箸とかにこうやって巻きつけていきます。こんな感じでちょっと待ってますね。次は自分でこうやってちょっと波っぽく、なんでもいいんですよ。これなんか正解はないので自分の好きな形にちょっと面白く作ってみるっていう感じなんですけど、さっき作ったちょっとこういうねじってあるやつも作ってみます。本当になんか自由自在でこんなに曲げるってなんか罪悪感しかないんですけど、すごいふにゃふにゃんでこういうことができちゃいます。こんな感じ、ちょっとプレッチェルみたい。はい、完成しました。本当に簡単ですよね。でこれ抜けばもう完成です。かわいい。でまあちょっとあの濡れてるので拭いて、うねうねキャンドルの完成です。とても可愛くて簡単にできるので皆さんもぜひね、お誕生日の時とかぜひやって写真撮ったりとかしてみてください。インスタ映えで可愛いです。でこの動画を撮っている2日後お父さんのお誕生日なので、31に実際にちょっと使っている様子もご覧ください。どうぞー。